はい、竹です。 A 線と E 線、 A 線と A 線の A から始まるドレミア・ソラティドを使ってベーバー作曲の人魚の歌という曲のメロディーを弾きました。今回はタイとスラーが出てきます。3拍子で次の1拍目にかかるタイと A 線から E 線へのボーイングのアップでのスラーに気を取られると押さえる指とボーイングが乱れるので時間がかかりました。まあ、まだちょっと完成度は高くはないですが、まあとりあえずこんな感じです。バイオリンを弾き始めてから約1ヶ月ぐらい経ちましたけども、この楽器に慣れるのはまだもう少しかかりそうです。今回はここまでです。よかったらチャンネル登録やいいねボタンをお願いします。それではまた。